はい、どうも皆さん、こんにちは。本日なんですけれども、ちょっと久しぶりに真面目系な動画を撮ろうと思いまして、いろんなところで、交互のやり方を教えてくださいとか、交互とバーナスどっちがいいんですかっていう質問をいただいていまして、今日はそちらの方に回答していくとともに、実際ね、動画の中で交互をちょっとやってみて、この動画を見ている皆さんが一緒にちょっと練習に参加できるような形で動画を進めていこうと思います。本日は太鼓の上達に不可欠な交互の練習と解説をしていくんですけれども、そもそも交互ってなんだよっていう人がいるかもしれませんので、まず簡単に交互がどんなもんかをお見せします。はい、今回は夏祭りで検証してるんですけれども、バーナスの方は3連符ドドドンドドドンとかを全て右手から入っているのに対して、交互打ちの方はドドドンドドドンを右で入った場合には次は左から、左から入った場合には次は右からというように左右交互に叩いているのがわかるかと思います。でここの8分音符の場合もバーナスの場合は右手オンリーで叩いていますが、交互打ちの場合は左右の手をしっかり使って叩いているのがわかるかと思います。それでは実際に交互のやり方について解説をしていこうと思います。今回は8分音符はちょっと省略して、16分の3連符5連符あたりの交互のやり方を解説していこうと思います。はい、それではまず持ち方から。持ち方は右手左手共通で、人差し指と親指でしっかりとつまむように握って、中指薬指は添える程度にしておきましょう。実際に一緒に叩いていきましょう。16部3連のドドドンドドドン、最初はゆっくりで全然大丈夫です。右手左手交互になるように叩いていきましょう。続いて普通の3連符です。これも先ほどと同じく右左右左と交互になるように叩いていきましょう。はい、それでは続いて先ほど3連符をゆっくり交互で叩く練習をしましたが、今回は3連符をゆっくりなスピードの状態からどんどんスピードを上げて交互で叩けるようにしていきましょう。実際ね、これを家で1日5分10分やるだけでも全然違うと思うので、ゆっくりの状態から早く叩けるようにするっていうのをぜひやってみてください。それじゃあね、基礎的な16部の交互の練習は一通りこれで終わったので、次は実際にね、皆さんからいただいた質問について答えていこうと思います。質問1、太鼓の達人を始めてそんなに経たないのですが、バーナスと交互どちらの方を習得するべきですか。結論から言うと、どっちも最初のうちはできた方がいいです。曲によってだいたいこれぐらいの速さはバーナスでやろうとか、だいたいこれぐらいの速さは交互でやろうとか、そういうのを自分の中でしっかり決めることが大事だと思います。バーナスばっかでやってると、いつしか限界が来るっていうシチュエーションが少なからずあると思うので、バーナスと交互の割合で言うと3対7ぐらいの感覚で、まあ練習ができればいいのかなと思っています。そうですね、まあ初めのうちはバーナスばっかでもいいと思うんですけど、時間を追うにつれて少しずつ交互を使う頻度を増やしていくっていう風にするのがベストかなと思います。続いて質問に、どれぐらいの速さの曲から交互を使うべきですか？基準はまあ人それぞれ違うと思うんですけど、だいたい埼玉2000ぐらいの速さの曲、 BPM200 ぐらいは最低限交互を使って叩けるようにしとくといいと思います。例えば紫バラの高速地帯とか、あれもバーナスでやるみたいな感じだと、さっきあの質問1で言った通りバーナスも限界が来ちゃうと思うので、まあ最低限埼玉ぐらい BPM200 ぐらいは交互で叩けるように練習をしておくといいと思います。3つ目の質問ということで、交互になれるまでどれぐらい時間かかりましたか。ちょっとこれは自分の話になっちゃうんですけど、僕はもともと2015年か2016年ぐらいまではずっとバーナス派の人間で、まあ埼玉ぐらいの BPM の曲だったらもうバーナスでやっちゃうみたいな、それぐらいの感じだったんですけど、2016年の後半ぐらいからちょっとずつ交互を取り入れ始めて交互の練習をしてたんですけれども、最初の1年ぐらいはだいぶしんどかったっていうか、慣れてないんで左手を普段全く使っていなかったので、すごい違和感を感じるっていうか、叩いててしっくりこないなっていうのはずっと感じてました。そういう時期を経て2年3年そうやってずっと交互をやり続けるようになった今では、何も考えずに交互で叩けるようになってきたので、どれぐらい時間がかかるって言ったら人それぞれだと思うんですけど、おおよそ1、2年はじっくりと練習していかないといけないのかなとは思いますね。
次が最後になりますね。質問4、交互の練習におすすめの曲ありますか？ PS4 に入ってる曲の中から何曲かちょっと選んできましたんで、さっきの手元とキャプチャーが同時に再生されるあの形で一緒にちょっと練習をしていきましょう。
はい、それではこれで練習は以上になります。ちょっと長めの動画になっちゃったんですけど、もしわからないこととかがあればコメント欄の方で質問を受け付けますので、返信できる範囲でやっていこうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。